こんにちは。こんにちは。小原田水佐です。小原田ひろみです。イルカの時間です。昨日ねスポーツ大会ね、高校のね、基本のね、楽しかったね。まあ応援なんていうの、コンクールか、応援合戦の審査があって、優勝したんで、ね、2年生がね。そう、1年生の時も優勝したし、2年生の時も優勝したし、ね、これすごい珍しいことらしいね。そうだね、初めて言ったかな、2連覇。ああ、そういったね、まあね、ぜひ3連覇をとかって思っちゃうね。そうだね、まあ、それからね、あのその後小笠原の男子会というのをやって少ないからな、男の方がな。そうね、だいたいね、それに今度ひとみんが入り、うん、萩ちゃんが入り、こうたろうが入り、ふうくんが入ったら完璧そうだな、そうだな、みんなの都合合わせの大変だからね。そう、まあ4人ぐらいいればいいかなっていうんで、そうかそうか、まさし4人でスタート。まあね、やっぱ小笠原の 話は盛り上がるな。そうだね、なんでだろうね。だから純子はいなかったんだけどな、小笠原も。そうそう、行ってないんだけど、ま、だ巡回員だから、巡回員だからな、まだね、これから来年は来るっつったから。いいね。だからまあね、ああいう同じ体験をしたものがね、集まってきて、でまたあの王ちゃんがね、次へのステップを今、動き始めてるからさ。そう、末期がんから2度生還した。そう、でね、農業自然栽培をやろうと、いうふうなことでさ、農福連携っていうのにね、加わろうっていうことで、今動き始めてんだよもんね。いいね。だからこうやってさ、何か動きがね、そのメンバーでね、出てくると面白いよね。だとにかく、小笠原まで行くんだからさ、なかなかこう高いハードルを、飛び越えて行くわけだよ。でだからその縁っていうのはさ、まあ深いもんだと思う。だからそういう仲間がさ、やっぱり、なんか協力してさ、やっていくっていうのはね、これは意味ないことだと思うな。まあ私はそこまで意味があるかどうかっていうところまでさ、難しい。とにかくやっぱり楽しいことをさ、やらないといけないと思うわけ。特に男の人ってさ、まあ、あなたはこう、まあ、従業だからさ、ちょっと違うけども、会社に属してる人っていうのは、会社が全てになりがちなんだよね。まあ、今は随分違うんだろうけども、まあ、会社が全て、で月曜から、普通だったら月曜から金曜まで、朝9時から5時までのその会社、当然残業とかあったらいろんなことがあってさ、濃い関係の中で生きてるわけだよ。それが例えば定年退職でスパッと切れた時に、その人は誰と一緒に生きていくかってことだよね。そうだよな。まあ、家族長い人ももちろんいるだろうからね。会社が終わったら今度家族とって人もいるけども、気がついたら家族とも心が離れてたとかさ、ありがちじゃん。そうだよな。なんかそういった意味でさ、こう、なんか無理にさ、なんか老後のために仲間を作ろうって、それはいやらしいけどもさ、なんかこういうのを介してさ、こう、集まろうよ、みたいなのがさ、あったら私素敵だと思うんだけどな、生き方が。どうしてもさ、世界はね、狭くなってしまうからな、その、会社との往復、毎日仕事、まあ、そうせざるを得ないんだよね、大体ね。それプラス名刺を中心の生き方じゃん。その名刺というか、その会社の肩書き、何々さんっていうよりも何々会社の何々さんっていうさ、必ず枕言葉がつく、やっぱそれをどれだけ外せるか、だと思うのね。そうだな、だからまあ両面持つってことな、仕事はもちろんやらなくちゃいけないけれど、休みの日は違う活動するとか、まあこうやって、小笠原行ってみるとかさ、なんかそんなこう行動が必要だろうな。だから女性もさ、例えばもちろんその社会、あの会社の人、会社人としての顔もあれば、あと例えばもし結婚してる人だったら何々さんの奥さんとかね、あとお子さんがいる人だったら何々さんのママっていうさ、そういう位置づけで生きてきてるわけじゃない、だから一つで子供が大きくなって、ね、巣立っていった時に、私は何者なのみたいなさ、それはあるよな。そうだからさ、もっと自分のために生きた方がいいよな、本当はね。まあ男だったら会社のため、
ねえ、まあ、うちの会社はっていうぐらいだからさ、うん、あんた作ったんかいその会社ってね、あんた社長じゃないよ ねみたいな ね、 そうそう、それぐらいのあれがあるしね、うん、会社のため家族のためとかな、そうだね、うん、あの母親はね、うん、子供のため、そうそうそう、うん、うん、いやそれはそれで素晴らしいことだと思うの。でもそれプラスちょっと枠を広げて、うん、あのそのまま私だったら小原田裕美としての何かとか、うん、あなたも小原田泰久としての何かっていうのをやっぱりちゃんと両方をバランスよく持ってないといけないかなって思うんだよね、うん、そう、それは言えるよ、うん、とにかくあれだよ、 あんまりこう固定してしまわない、うんうんうん、自分をね、うんうん、あの可能性はそれこそもう無限っていうのがあるんだからさ、そうなんだよね本当はね、うん、そう、うん、だからそれをこ う、 もうこんなもんだと、うん、ね、決めつけその方がさ、うん、まあなんていうの安泰ではあるんだよ、そこのその、まあ、間違いは少ないかもしれないね、うん、間違いはないとはちょっと言い過ぎだけど、うん、間違いは少ない生き方かもしれないね、うんうん、そう、そういうところにこう閉じこもってるのもいいけれど、うん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 、うん、それじゃあねやっぱりこう魂がね、うん、躍動しないよな、そうだね、私はさ本当そう思う、うん、うん、とダイナミックにね、うん、生きていかないとさ、うん、うん、思う思う思う、うん、なんだろう、うん、まあ、でも小笠原っていうのはすごく大きかったしね、私も小笠原行ったことによってやっぱりある程度こう自分の殻、うん、あなたにしたらまだまだだって言うかもしれないけど、うん、私にしたらすごい自分の殻がポーンと外れた感じがするのよ、うんうん、なんかさ小笠原行って足折って帰ってきてさ、うん、なんかでも足を折るっていうのはこの世的に見るとあまりいいことじゃないんだけど、うん、私にとってはすごくいいことだったの、ね、迷惑たくさんかんなんてかけたよ、うん、迷惑かけたし、うん、家族にもかけたし、うん、みんなに迷惑かけたけど、うん、私にとってすごいいいことだったんだよね、なんかやっぱ非日常の最たるものだったわけよ、うん、そうだよ、うん、だからさ迷惑かけるんだよ、だからね、そうかけたくないと思って、ね、迷惑かけちゃいけないとかさ、うん、言うのは無理な話でさ、うん、だから人に迷惑かけない人になりなさいってさ、うん、平気で言うけどさ、うん、でも迷惑かけた人なんていないんだから、まあね、何かで迷惑かけてるから、まあね、だから逆に人ってのは迷惑かけるもんなんだかも、ね、うんうん、だから迷惑かけるもんだから感謝の気持ちが出てくるわけだから、そうだね、なあ、そうですね、あ迷惑かけたなってありがたいなってまたお世話になっちゃったって、うん、それはあるね、いうことでしょ、それはあるね、うんうんうん、そうだね、そっちの方が大事なんだから、うん、うん、でもさ私振り返ってみたらその後交通事故っていうさ国境的に見たらもう最たるものでさ、うん、なんか新機構と出会いさ、うん、まあ、骨折というさ、うん、あまりよろしくないことでさ、うん、なんか自分の体がポーンと外れてさ、うん、なんかなんだかんだ言ってすごいいい人生歩んでんななんてしみじみ思うわけですよ、うん、そうだよ、何でもさ、うん、自分でやらなきゃいけないみたいなさ、うん、ね、うん、感じでいるからさ、そうだね、やっぱ突っ張ってたよね、お世話にならざるを得ないような、うんうん、そういう状況が作られんねん、だからさもしあの時骨折してないでさ、うん、あのままそういう人生歩んでたら本当に私なんか介護される介護老人、うん、介護される側の老人で辛い思いしたかもしれないね、うん、いや必ずそうなるんだから、うんうん、本当に、必要以上に迷惑かけちゃいけないと思ってる人は、うん、きちんと迷惑かけるようになできるようになってしまうんだから、ね、うんうん、だからそんななんていうの積極的に迷惑かける必要ないけれど、うん、な、うんうん、だけどいろんなことで迷惑かけてるということをさ、うん、やっぱり知ってないとさ、うん、自然の摂理でさ、うん、年代を重ねていく年を取って不自由になっていくとかさ、うん、そういったところをさどれだけ受け入れられるかだよね、そうだよ、だから自分のことは自分でやれって言うけどさ、うん、ね、できなくなるんだから、うん、そうだね、うん、だからでも実際問題としてもこれもやってないんだから自分のこと自分で、そうだね、いろいろ人にこれも世話になってる、うん、ね、うん、うん、だってさ自分でご飯作ったら食べてましたってそのご飯の元の野菜誰が作ってくれましたかって、そう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 、お百姓さんがいたからあんた今ご飯食べれてるんでしょってことになかなか思いがいかない、そうだから何か人にやってもらってるから生きてるわけだよ、そうだね、な服だってそうだしさ、うん、何だってそうだよ、うん、自分で買いましたって、うん、これ誰が作ったんですかって、ね、そうそうそう、うん、そうだからそういうことにね思いがね及ぶか及ばないかって大きいと思う、うん、そうだね、うん、そうだからただ単にありがとうって口先だけで言うんじゃなくって、うん、やっぱりそこまでこう思いを持ちながらさ、うんうん、言う必要があるんじゃないかなと思うね、そうだね、うん、いや農福連携頑張りましょう、うん、でなんか作ってありがとうって言われる人になりましょう、そうだね、うん、美味しい野菜ありがとうってね、そうだよ、うんうん、だから本当ね、あれは本当に社会的な意義があることでさ、うんうん、これはやる価値があるからね、うん、でまたねああいうおうちゃんっていうさ、うん、まあずっと
本当にビジネスの世界でやってきた男だから、うん、な、うん、あのただいわゆるこう口先だけでさ、うん、いいねいいねっていう人じゃないから、そうだね、あのきちんとこう、経済的にもそうだし、うん、ね、うん、システム的にもそうだし、うん、きちんとしていく人だからね、うん、うん、だからそういう人が動き出したってのは大きいよ。よし、まあ、頑張りましょう、うん、我々にはないもの持ってるからね、うん、そうだね、うん、やろう、うん、ね、だからそういうので動き始めてるからね、はい、はい、ということでどうもありがとうございました。ありがとうございました。